突然だが霊夢、レプリカは容認できるか？あまりにも本物が少ないならあり。ということで今回の作品はこちら。恩衆のレプリカ。これはどんな話？その化け物は、ある日突然生まれた。しかし本能的に奪い取る力を確信し、目の前の丘と時の口を奪ったんだ。ビジュアルがすごい。それで食べ物の味を知ったことで、この化け物は要求がエスカレートしていったんだ。でも時のパーツ奪われてないように見えるけど？正確には、その機能を奪い取るといった感じだ。そうして時のパーツを全部取って成り変わっていく感じか。いや、全然違う。口と目の片方と鼻の片方を奪ったところで、化け物は世界に感動して満足していたんだ。いいタイプの化け物だった。ただ時に出会ってから1年経ったある日。ちょっと待って。しれっと1年経ってるけど、時は口の機能を奪われてるから。1年もの間、喋ってないことになるぞ。それは化け物も疑問に思ってたけど、時が何も言わないから、それに甘んじていたんだ。変な関係性だな。しかしながら、奪ってない期間があるだろ。耳だな。一応念はできるからいらなかったんだが、そんなある日事件が起きる。時が明らかになんかに怯えていたんだ。その次の瞬間、時がさらわれたんだ。まさかの誘拐案件。化け物はこの場所からの移動が実はできなかったため、誘拐に対抗できなかったんだ。手と足の機能は奪ってないからか。一定時間後に、時は帰ってきたんだけど、もう帰らぬ人になっちゃったんだ。唯一の友達が死んだ。そうして悲しみのあまり、時の機能をほぼ取り込んだ化け物は、時として日常生活を送り、時をこんな目に遭わせた奴を探す、というサスペンスホラーだ。あまりにも証拠が少なすぎるよな。給食に虫混ぜるやつとか、クッキーに毒物混ぜて渡してくるやつとか、天使様の代弁者など、いろんな容疑者が目白押しだ。世界中が敵なんか？今回はここまで。この作品が気になりましたら、高評価チャンネル登録と、作者の印税をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。